こんにちは。アソカです。今回はジャバザハットの宮殿のご紹介です。ランコアピットもついでにご紹介になります。今回は中古購入のため欠品多数だったり公式写真と違うところがございますのでご注意ください。まずはジャバの宮殿からご紹介です。ミニフィグは全部で10体付属します。どれも超高額となっております。では写真で1体ずつご紹介になります。ボガーモンク。こちらは部品さえ集めれば簡単に作ることができそうなキャラクターですよね。ビブフォーチュナ。ボガに葬られたキャラクターになります。新品価格3000円ほどと少し高額となっております。ジャバの側近なので気になってる方も多いのでは？続いてプーシ。潜入バージョンのレイヤーになりますね。こちらは超高額で現在5000円以上となります。これはいつか購入予定です。絶対欲しいよね。10年前の中ばっかになります。現在と比較すると違いが明らかですよね。デザインっていう観点で言うと古いですが、古き良きものです。ガモーリアン。ドラマで大出世したキャラクターですね。ドラマの方では戦闘力もかなり高く視聴者からの人気も熱いキャラクターとなっております。こちらはそこまで高額なミニフィグではございません。続いてはハンソロと冷凍されたハンソロが付属します。こちらに関してはレア度がほとんどありませんので次に参ります。続いてジャバになります。こちら完全な新品未開封だと8000円ほどします。日本だとジャンク品が3000円ぐらいで売買されております。ジャバザハットは大人気キャラクターということなので、やっぱり一つぐらいは持っておきたいキャラクターですよね。続いてウーラ。見た目のキャラデザインが可愛いです。海外価格3000円ほど。次はビークラム。正直なことを申し上げると少し気持ち悪いです。しかし海外では人気で4000円ほどです。超高額ミニフィグです。日本だとあまり人気がないようです。続いて宮殿本体のご紹介になります。今年リメイクされて新発売が噂されている宮殿になります。ジャバザハットの宮殿ではありますがドラマではボバの宮殿となっております。まずギミックからご紹介です。こちらはくっついてるだけなので簡単に脱着が可能となってます。3つのピンで脱着ができるようになってますね。そして取るとサイドからも遊びやすくなります。ギミックもございます。幸いなことにジャバザハットを持ってますのでジャバザハットを置いていきます。こちらは取り外しが可能です。こちらにポッチがあるのでここにジャバザハットをしっかりとくっつけてあげることができます。上の屋根を取ることができるので屋根を取ってあげてから。放送事故です。ジャバザハットを設置しました。そしてスライドさせてあげることができます。ドラマでもスライドしてましたよね。スライドさせることによりドラマに近い雰囲気を味わうことができます。そしてこちらにも秘密があってレバーを引いてあげるとランコアの元へ落下します。後ろにも仕掛けがあり小さい武器やブラスターなどを隠してあげることができます。後ろには鍋があります。これは何でしょうか？調理器具らしきものがございますね。後ろにもレバーがあるのでレバーを押してあげて前にスライドさせることもできます。楽しいですよね。そしてこちらのジョイントには冷凍されたハンソロをつけてあげることができます。後ろから見てもかっこいいですよね。どうでしょうか。とてもいい雰囲気ですよね。そしてフリックミサイルがございます。こちらを押してあげるとフリックミサイルが発射します。続いてこちらのご紹介になります。ジョイントを外してあげるとサイドからも遊べるようになってます。こちらが扉になってますね。上のレバーを上に持ち上げると扉が上がります。後ろに棒があるのでこれを取ると扉が落ちます。そして後ろにガーモリアンを置いて遊ぶこともできますね。前から見ていきましょう。しっかりとガモーリアンを確認できますね。いい感じですね。ジョイントでついてるだけなので戻すのも簡単です。ほら。できた。
すごい宮殿です。10年前とは思えないクオリティです。リメイクしなくても現代のレゴと張り合えるようなデザインとなってます。続いてランコアピットのご紹介になります。パーツ数が346ピース。9年前のレゴになります。キャラクターですが5体付属します。ルークとガモーリアンも付属します。ランコア以外はレア度はほぼありませんので、ランコアだけご紹介させていただきます。腕の股関節、手首、指、顎が稼働します。こちらは新品8000円ほどとなってます。このセットに関してはランコアがないと楽しむことができません。欲しいです。また正面に檻があります。檻を上げてここ、押してあげます。これで固定させてあげることができました。そしてこちらを引いてあげると檻が落ちますが、ただ落としても面白くありませんので半ソロに、生贄になってもらいます。しっかり牢屋を閉じることができます。サイド側。遊びやすい雰囲気になってますね。真後ろ。真横。そして扉があります。そして床はありません。すごい激レアパーツです。何かに使えないかな？すごいパーツです。そしてこちらと、こちらと、こちらと、こちらでジャバザハットの宮殿とドッキングすることが可能となってます。宮殿の裏のくぼみにつけるだけです。はめ込んでいきましょう。あとは乗せるだけ。ドッキングできるなんて夢のようなセットです。これはかなりすごいですよね。ドッキングしてあげた状態でもこちらが落ちるということはありません。しっかりついてます。ハンソロ。何回もごめんなさい。落ちてください。落ちました。次は勢いよくレバーを引きます。今回はジャバの宮殿とランコアピットのご紹介でした。そして宮殿は新発売の噂があります。このチャンネルでは最速で新発売の情報もお届けさせていただいてます。チャンネル登録、嬉しいよ。いいね、押してくれるともっと嬉しいよ。ご視聴いただきありがとうございます。